元気大好き元気女子プロンです。今回はこちらの機械の新聞広告をお届けします。プロンちゃん、小松ブルドーザ D61PXI23 は2014年6月にその新聞広告がものすごく話題になったんですよ。新聞は日本経済新聞だったんだけど、広告見たさにわざわざ新聞を買いに行きました。広告のために新聞を買うなんて、どんな広告だったんですか？新聞を開くと2面というか両面というか、とにかく全面が広告になっていて、そのほとんどが広い造成地で、端にポツンと小さく D61PXI23 がいるんですよ。新聞全面ってなかなか見ませんね。ものすごくインパクトのある新聞広告だったんですが、そこに書いてあることもなんかすごくかっこよくて、今回その書いてあることを紹介させてもらってもいいでしょうか？プロンもものすごく興味あります。全部読んでいると時間かかっちゃうから、私の好きなところを抜粋して読みますね。何ヘクタールもの土地をセンチメートルの精度で整地する ICT バイブルドーザーに驚いたのは現場だった。二人の視線の先に1台の小松がいた。 ICT ブルドーザー D61PXI、 見た目は普通のブルドーザーと変わらない。しかしこの新しい小松が現場の働き方を大きく変えようとしている。現場の写真をもう一度見ていただきたい。整地面の美しさに気づいてもらえるだろうか。センチメートル単位の精度で仕上げてくれる。仕事が楽になったよ。そう語るオペレーターの声に実感がこもっていた。このブルドーザーがやってきて現場は大きく変わった。わずかな測量だけでいい。また世の中が忙しくなれば現場の人手は不足する。熟練オペレーターの高齢化も心配される。そんな現場の課題も自動で働く建設機械が増えれば明るい方向に進んでいくに違いない。オペレーターの腕に左右されることなく短期間で精度の高い仕事ができるのだ。広大な現場で1台の小松が黙々と土を鳴らしていた。遠くから見ればごく普通の作業風景。しかしそこには現場で働く人たちと建設機械の新しい関係が始まっていた。想像以上だったよ。現場監督が同じ言葉をつぶやいた。 ICT 建設機械への何より嬉しい言葉だった。抜粋すると言いながら結構読んでしまいました。全部読んでもらってもよかったくらいですよ。なんかかっこいいですね。はい、今回はここまでです。プロンチャンネルでは元気を身近に感じていただくために簡単に楽しくお伝えしております。どうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは皆様、バイバイ。またね。ごきげんよう。